皆さんこんにちは。ネットギアの公式 YouTube チャンネルです。今回はテレワークにもおすすめ、法人向けメッシュ Wi-Fi OB Pro Wi-Fi 6シリーズにルーター単体モデルが追加されましたので、そちらをご紹介します。まず OB Pro Wi-Fi 6シリーズはどんな機能があるかというと、インターネット接続機能、無線アクセスポイント機能、そして有線デバイス接続のためのスイッチ機能が詰まった1台3役のネットワークシステムです。なのでまずは OB Wi-Fi 6シリーズのルーター1台を試してみて、その後将来のニーズに合わせてサテライトを追加することで Wi-Fi の範囲ですとかデバイスの接続数を強化することができます。じゃあ OB Pro Wi-Fi 6シリーズの特徴って何っていうところなんですけれども、まず1つ目、4つの SSID でセキュリティレベルも高いというところです。 OB Pro Wi-Fi 6シリーズであれば4つの SSID を設定することができます。例えば仕事用、プライベート用、スマート家電用、お客さんが来た時などに使うゲストアクセス用など、用途によってネットワークを使い分けることができるんですね。なので万が一ウイルスに感染したデバイスが接続されたとしても、他のネットワークへの影響を抑えることができます。そちらに関しては別の動画、安全なテレワーク用ホームネットワークの作り方、 VLAN 設定方法、 OB Pro Wi-Fi 6という動画に詳しくご紹介していますので、ぜひそちらをご覧ください。そして特徴2つ目、インサイトアプリ&クラウドで安全な自宅ネットワーク環境を維持することができます。ネットギアのクラウド管理ソリューション、インサイトアプリ&クラウドを使えば、スマホアプリですとかウェブポータルなどでいつでもどこでも OB ネットワークを確認することができます。ただしインサイトの利用には通常サブスクリプションの購入が必要です。ただし OB Pro Wi-Fi シリーズのルーターを購入していただくと5年間のサブスクリプションが付属します。もちろんですね、インサイトを利用しなくても OB Pro Wi-Fi 6シリーズを使うことはできるんですが、そのインサイトを利用すると外出先からでも自宅のネットワークに見知らぬデバイスが接続されていないかなど、そういったことを確認することができるので非常におすすめです。はい、ということで今回は法人向けメッシュ Wi-Fi システム OB Pro Wi-Fi 6シリーズのルーター単体モデル販売についてご紹介しました。今回の動画をまとめると、OB Pro Wi-Fi 6シリーズ、 OB Pro Wi-Fi 6と OB Pro Wi-Fi 6 mini に関しては4つの SSID があるのでセキュリティも強いですし、インサイトアプリクラウドで安全な自宅ネットワークを維持することもできますし、最初はルーター単体で購入し、サテライトが必要になった場合は追加で購入することができるようになったので、より選択肢が増えたんじゃないかなと思います。そして OB Pro Wi-Fi 6のルーターと OB Pro Wi-Fi 6 mini のサテライトを使うですとか、ミニのルーターと OB Pro Wi-Fi 6のサテライトを使うなど、そういった形でも利用することはできます。ですがあくまでおすすめは OB Pro Wi-Fi 6のルーターを買ったのであれば、それに見合ったサテライトをセットで購入するとか、ミニのルーターを購入したのであればサテライトはミニのサテライトを使うといった使い方の方をおすすめします。他にも OB Pro Wi-Fi 6に関する設定動画ですとか、その VLAN の設定に関しましても別の動画でご紹介しておりますので、興味のある方はぜひそちらをご覧ください。もし参考になったらいいねですとかチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。